こんにちは。こんにちは。須田さん。はい。今日なんですか。ホワイツのエンジニアが欲しいです。ああ。はい。ガチですよ。本気です。いや、マジで。いや。持ってきました。持ってきましたから。14万。はい。やる気ですよ、僕。いや、本当なんですよ。はい。まあ、バイク乗ってて、はい、ちょっとまた最近ね、エンジニアブーツに興味がすごくあって。じゃあちょっとフィッティングも含めて紹介していきましょう、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ行きましょうか。はい、はい、せい、はい、来ちゃいました。はい、平井さん、ホワイツでね、はい、さっき僕が言ってたエンジニア目の前にありますよね、うん、これのこいつです。ラスアート、はい、のラスワートですね。いや、もうこれにですね、続婚でして、はい、で、ずっと気になってたんですよ。で、ずっと気になってて欲しかったんですけど、まあ、まず全くズブの素人だっていう、このね、ホワイツの筒物っていうものに対してですよ。で、あとはその中で自分のサイズが境なんですよ、ちょうど7と6ハーフ。そしたらなんか奇跡的にその2つのサイズが揃ったんですよ、最近のミューカで。なんでもう今はもう気持ちかなり前のめりです。前のめりですガチですからね、本当に自分の金で買いますからね。そうですね、はい、じゃあマジでダンさんにじゃあちょっとそうですね、手伝ってもらいましょう。はい、お願いします。はい、じゃあダンさんこと、ダンノベさんです。お願いします。よろしくお願いします。ダンデです。ダンさんです。はい。ダンさんが持ってるノマド、まず見せてください。僕のは、こちらですね。そう、これですよ、これ。マジかっこいいですよね、これね。めちゃくちゃかっこいいですよね。毛足長い感じが。これどうしたんですか、アメリカで買ったんですか。そうですね、オーダーして買いましたね。あ、オーダーして買われたんですか。そうですね、はい。ミッドソールダブル。そうです、ミッドダブルのソールが100番ソールですね。え、これどういうことなんですか。いや、重い。そうですね、だいぶまあ重いは重いですね。迫力ありますね。かっこいいなぁ。じゃあどちらから履きますか。セブンですか。じゃあ、いつもセブン入ってらっしゃるって言ったら、はい、セブンから。はい、お願いします。はい、どうぞ。よっしゃ、お、入りましたね。はい、サイズ選びのなんかポイントって何ですか。おー、そうですね、まあエンジニアなんで、やっぱり幅と甲がジャストフィットしていただくようなサイズを選んでもらった方が履きやすいですよね。どうしても特にソールがこれ100番ソールというビブラムの100番ソールというかなりこう分厚いソールを使ってますので、はい、サイズが緩いとかかとがついてこないということが起きますので、なるべくならサイズをジャストで履いてもらって、履き伸ばししていただけるといいかなと思いますね。今セブンでインソールが入った状態ですね。はい、うわ、これセブン。どうですか。いやいや、めっちゃいいです。まあ、あとはその中敷き入れてくれたことによってちょっと柔らかいですね、確かに、ね。そうですね。インソールを抜いたらでかくなるかもしれないけども。うん。一回試してみましょう。はい。これ、伸びてもらって、どうですか。はい。片足踏んでもらって、線抜きみたいに。了解です。片足を踏んでもらって、こうね、線、おお、こういうことですね。あら、あ、これだったら、え、これ皆さん家に持ってるんですか。エンジニアブーツ持ってる人。僕は持ってますね。持ってます。このホワイトのやつ。はい。え、ちょっと待ってください。右はいいですけど、左は？左はもう話し合いです。そうですね。あ、もう話し合いです。これやるしかないんだ。いや、でも確かにこれないときついっすよね。じゃあこれもお買い上げですね。え、
あ、本当だ。すげえ取りやすい。おい、オッケー。まあ、皮ついてるんで、はいはい、傷つかないようになってますから。そういうことですよ。じゃあ次は、なし。はい。セブンのなしですね。あ、全然入りますね。さっきより足入れは全然楽そうですね。いや、全然楽。これ大きいのかなっていう。旦那さんは結構ぴったりですか？そうですね、僕はもうジャストサイズですね。もう指が当たるか当たらないかぐらい。ああ、でもかかとはやっぱさっきのものに比べるとちょっと浮きますね。浮くっていうかもうそもそもここがなんですか、噛みついてないっていうか。ってことは大きいってことですか。そうですね。まああとその履き方にもいますけども、まあ、はい、ホワイツの特有の中はやっぱり前面がその革を使ってるっていうのと中にコルクも入ってるので、はい、まあ、履いてかれる方の、まあ、お一人方お一人方皆様の体重でどんどん沈み込みが出てきますので、うん、そうすると靴の内部は広がってきますから、うん、今よりもゆとりができてしまう、まあ、大きいサイズ買っても大きくまたさらに大きくなりますんで、うん、なんで、まあ、まあもしよかったら1個下も履いてみましょうか。そうですね。これは、今中敷きが抜いた状態ですね。抜いた状態、はい、そうなんです。このサイズを確かめたかったんですよ、うん、ほら、これでも入っちゃうんですよ、うん、超しっくりきてますよ。ここがすごくホールドしてますね。この幅の少しウエストの部分っていうんですか、ここのホールドがすごいです。じゃあ今インソールを抜いた状態で、そうですね、インソールから入ってないですね。え、これ見た目は別にちっちゃいわけではないです。もう全然。そのさっきダンさんが言ってたかかとを浮かない、あとつま先当たってるんですよね。当たるぐらいの気持ちで。当たるぐらいのサイズ、結構小さいサイズで。あれですよね。そうです。うん、でまあかなり。比べていただけると、はい、幅の部分も履いていくとかなり足型に広がってきますし、甲の部分も足型に広がってきますので。これどのぐらい履いてるんですか。もう5、6年ですかね。5、6年、はい、あ、いいな。味がいい。5、6年ですね。かっこいいですよね。そうですね、大体ここら辺ぐらいから、うんうんうん、足型が入ってきてます。あ、こっからですか。そうですね、ここら辺からもう、へえ。特にホワイツのノマドは、はい、甲がすごい低いんですよ。甲がすごい低いんですけども、はい、ちょっとこの足首周りのところが少しルーズフィットにはなっているので、はいはい、ここはきついと思われがちですけども、はい、まあ、そこは履いてって足型を作っていただけるのが一番ベストなのかなっていう。まあ、なるべくここ当たってるサイズ、あとは微調整はベルトで調整していただければいいかなと思います。で、まあ、変な話、あとはこのサイズであれですね、中敷きを入れるか入れないかっていうことですね。ダンルースさんは中敷きを入れてない、入れてない状態で入ってます。それ何か理由があるの。中敷き入れちゃうと、はい、中敷きの分だけ少し浮いてしまうので。確かに、あの、すごく着づらさを僕は感じてしまったので、まあ、中敷きなしで、まあ、あとはそのホワイツの、うん、先ほど説明させていただきましたように中が全部レザーを使ってるっていうことで、はい、正直僕の靴ももうほとんど五指に合わせてそこが沈んできてる。なのでより一層足裏はフィットした靴です。ああ、でも確かにこうなんか凹凸がこうできてますよね、はい、あとその甲がすごい低いので僕はベルトを自分で穴1個開けて1個詰めてるんですよ。あ、通常より自分で。そうですね。へ、そうするとここが固定されるんで、うん、まあ、エンジニアのベルトはやっぱりそういう甲の部分をフィットより一層させるためについてますんで、僕は1個それをパンチで自分で開けてきつくして入ってます。いや、なんかそういうのいいね。ちょっとね、自分仕様へのカスタムですね。そうそう、自分で
自分にちゃんと。いやいや、でもめっちゃいいですよ。これだと確かにかかとも全然抜けないですし、で何よりもね、6インチハーフっていうサイズを確かめられたっていうのがめちゃくちゃ心強いですね。でそこにダンさんじゃないですか、持ってるわけですから、はい、履いてるわけですから、はい、いずれ5年6年頑張ればあんな雰囲気になるってことですよね。ラフアートの魅力って何ですか？そうですね、まあ勝手なイメージですけど、すごい無骨な、本当にワークブーツの中でも黒とはまた違って、うん、足元にボリュームがもう出しつつ、無骨な男を演出するにはすごく持ってこいんじゃないかなと思って、ワークのを出して確かに。これソールは両方とも100番ソール？そうですね、今はソール裏が白い、十字架のマークというか、マークがついてると思うんですけど、ファイアン、これそうですね、ファイアンドアイスそして、まあ、耐火と耐火、まあ、寒いところでもゴンが効果しないようなそれになってます。昔のは赤いマークなんですけども、ね、そっちの以前よりはちょっと柔らかくて履きやすいんじゃないかな。僕らこっちのかな、いきますか。いやいや、もうだってね、いやいや、今年1年ね頑張った自分へのご褒美。まあそうですね、うん、全然でもあれですね、履いてても痛みとかなければ問題ないですよね。そうですね、アーチーズがある商品にはなりますので、はい、サイズ感が違うと、ズレとかがあるとなんかすごくツボ押しされてるみたいに痛さを感じたりする方もいらっしゃいますけども、うんうんうん、その違和感ない状態が一番足裏がべったりくっついてる状態になりますので、うんうん、そうすることによって足裏全体でソールをこう踏みしめるような形になりますので、より疲れにくい、まあ、通常ですとどうしてもアーチーズがない靴っていうのは人間の足ってどうしてもアーチはありますので、それに対してフラットになってるとその部分だけ、まあ、そこはついてないので他の部分が体重を支えるような形になりますので 100% じゃない。ただそのホワイトブーツはそれをアーチを作ることによって足裏全体が地面を踏みしめるような形になるので、疲れにくいブーツ履き込むことによってより一層疲れにくい物になるようなミソですよね。いやいっちゃいますか。いきますか。13万4000。いやもうね、よし、いきます。もうサイズがはっきりしたのも良かったですね。いや良かったですね、うんうん、こうやってサイズをちゃんと確かめられたのと、あとやっぱりもう履いてる方の、ね、生な意見とかそういうものがやっぱり背中を押してくれましたね。一生履けるエンジニアブーツみたいな感じですもんね。じゃあこれお買い上げで。ありがとうございます。皆さん、はい、いや皆さんのね協力のおかげっていうか、もうダンさんの協力のおかげが一番なんですけど、最高の相棒と出会うことができました。ちょっとしっかりと履いてね、はい、育てていきたいと思いますし、まあ、またエイジング報告させていただけたら嬉しいかなと思いますので、ぜひともですチャンネル登録の方をお願いして、これ今週末、はい、ホットロットカスタムショーがあるんですよ。このステージが僕にとってこれのデビュー日ですね。デビュー日、はい、じゃあガンガン履いて、はい、育ててください。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。